ボケは、バラカボケ属の落葉帝木。日本に自生するボケは、草ボケと言われる同属の植物。果実がウリに似ており、木になるウリで、木工と呼ばれたものが、ボケに転化したとも、木工から、ボケに転化したとも言われる。本蔵和名には、果実の感銘を、木工、和名をケすけとして登場する。学名のスペキオサは、美しい、華やか、キーナミリーズは、 チャイのメロンが語源だが、現実に、実は避けないので、勘違いして付けられた俗名だと思われる。中国植物名は、天皇海道。花言葉は、先駆者、指導者、妖精の輝き、平凡。原産地は、中国大陸で、日本へは古く、平安時代に渡来し、観賞用に栽培された、気化植物である。本州から四国、九州にかけて植栽。 または自生。温暖地でよく育ち、北海道南部では種類が限定される。木工の名所としては、鎌倉市の久本寺が知られる。落葉の低木で、樹高は1から2メートル。茎は創生してよく枝分かれし、若枝は褐色の毛があり、古くなると、開国色。樹皮は縦に浅く裂け、小枝は、刺しとなっている。葉は長楕円型から楕円型で護生する。 洋芯は長さ5から9センチメートルで、A 頭で稀に、二部頭、規部はくさび型で最影響支援。葉の付け根に腎臓形の卓養がつく。花は3から4月に葉が芽吹くよりも先に、朱色の五弁花を咲かせる。単枝の脇に数個付き、計2.5から3.5センチメートル。様々な品種があり、花色は淡べに、ひくれない、白とくれないのぶち。 白などがあり、有生毛と死生花がある。秋に結実する果実は楕円型で、直径は約3センチメートルほど。花皮は黄色味を帯びて落下する。同類種に栽培種で、中国産の花輪野生種で、日本産の草ぼけがある。庭園樹としてよく利用され、典型樹として花を干渉する目的で植栽される。鉢植えにして盆栽にも用いられる。 高葉性で土壌を選ばず、排水性が良く、やや乾燥地を好む。繁殖は未生、挿し木、株分けで行われる。未生は果実を割って種を取り出し、洗って床巻きする。挿し木と株分けは春の芽吹き前に行う。移植は良いだが、大気汚染、障害にはさほど強くない。果実には、クエン酸、朱キ酸、 リンゴ酸などの有機酸類と加糖が含まれていて、有機酸類には成菌作用があるとされ、腸内が酸性化するほど多く内服すると、細菌は弱アルカリ性で繁殖するため増殖を止める働きがあると言われる。また、有機酸類には鉄分の吸収促進に役立つとも考えられている。果実は木工と称される木薬になり、 8から9月頃の落下する前の青い未熟果実を採取して、水洗い後には切りにしたものを展日乾燥して調整される。補欠、競争、疲労回復、咳止め、食あたりのほか、筋肉の引きつり、初期あたりに効用があると言われ、乾燥果実1日量5から 10g を水200から 600cc にて半量になるまで煎じて3回に分けて服用する。 用法が知られている。ただし、胃腸に熱があるときは禁忌とされる。また、ボケ酒と呼ばれる、果実酒にすることもあり、果実の2から3倍量のホワイトリカー、または35度の焼酎に漬け込んで、冷暗所に半年から1年置いて作られる。果実酒にも疲労回復、滋養保険、低血圧、不眠症などの薬効があるので、就寝前に、杯一杯ほど服用される。 草ボケは、バラカボケ属の一つ。50センチメートルほど。宮枝も小ぶり。ボケの野生種で、和名の由来は全体に、小型のためそうに見立てられて名付けられた。しどみ、地なしとも呼ばれる。本州や四国の日当たりの良い斜面などに分布。花は、主積色だが、白い花のものを白仮想ボケと呼ぶ場合もある。果実は、ボケや、 カリン同様に良い香りを放ち、果実種の材料として人気がある。また果実に、ボケ同様の薬効があり、日本産の胃で和木工と称される木薬となり、木工と同様に利用される。果実種は草ボケ酒と呼ばれ、果実の3倍量の焼酎に漬け込まれて作られる。減少傾向にある。ありがとうございます。